グアスに来ております、2日前に大規模な火災があったので、被害状況を確認しに来ております。それでは行ってみます。とりあえず鳥たちは元気そうです。もう早速入り口付近には火災の跡が見えます。このような状況になっております。この公園の約38ヘクタールが焼失したようです。本当大規模な火災でした。鳥たちが戻ってきて安心しました。まだ焦げ臭い匂いがします。ここは特に被害が大きいです。深刻な被害です。火は道路の近くまで迫ってたようです。すぐそこまで火は消えたようです。道を挟んだ反対側にも火災の跡があります。消防士の皆さん、本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。また自然が元に戻ることを願っています。南米パラグアイから発信しております。チャンネル登録お願いします。